909。一番端の部屋ですね、909。入ってこっちが、ここに一つ、ここはおトイレかな、おトイレですね。なんかロココ調のソファーと椅子、テーブル、そこがお風呂、こちらが洗面か、洗面はここですね。あ、すごいな、お風呂。泡が出そうですね、これは。それからこちらに和室があります。こんな感じ。ここが押し入れ。あ、お布団が入ってるんですね。こちらもそうかな。部屋はなんかリノベーションされてますよね。これはクローゼット。で、一応こちらに和洋室なんで、こちらが寝室になるんですね。ツインで、あとは鏡台がありますね。なんかこのベッドすごい離れてるな。なんかもうちょっとくっつけても良さそうな感じする。これぶつける人がいるんですね、こういうのはね。だからここにガードがされてる。全部出っ張ってますからね。そうでございます、はい、こちらが前菜の説明で、説明書です、はい、なるほど。そしてこちらの献立、あ、ご苦労様です。
これはお豆腐かな。それはあの米の豚のセールス豚肉でございます。ああ、そうなんですか、はい、なるほど。蒸し上がりましたら、こっちがご飯で、ご飯で、山菜ご飯でございます。なるほど。失礼いたします。牛すじ鍋でございます。はい、失礼いたします。一通りある。石川さんは、喫茶してくれて、休暇してることを長くした、長くで、向かいが名人の方が泊まるお部屋だそうです。こちらは挑戦者の方が泊まるお部屋だそうです。入ってすぐこちらがおトイレかな。あ、そうですね、電気が自動に。そして正面が、左にもこれお部屋が、あ、こちらからも行けるんですね。テーブル、椅子が三脚あります。でこちら正面開けて、和室と リビングになるのかな。こちら浴室と こちらにもう一部屋、先ほどの玄関からすぐの左の部屋ですね。こちらベッド感覚、まあ普通ですね。十分椅子置いても広げなくても後ろで通れるスペースありますね。こちらがクローゼットだな。畳の部屋にもクローゼットありますけど、寝室にもクローゼットがあって金庫があります。
ちらの山は本当雪が、多分昨日も昨日の雨が山の方では雪だったんでしょうね。その手前は桜が咲いてますね。ずっとあの道を左の方に行くと天童の駅になります。どれ、あ、そっちはちゃんと出ます。手が熱くなるんですよね、これだったら。